充電がない。はい、エルカチャンネルのショーです、今回の動画なんですけど、前回紹介しましたデジタルインナーミラードライブレコーダー PG02、 こちらをですね取り付けていきたいと思います。エルカチャンネル、今ですね車につけているのはこちらのエイプマンの A80 をつけてます。これがですねアクションカメラなんですけど、モード切り替えでドライブレコーダーにもなるっていうのでつけているとこなんです。今回はこれの代わりにミラー型のドライブレコーダーをつけていこうかと思ってます。まずは本体ですね。本体をつけてみましょう。ゴムバンドだったかけて、このまんまじゃちょっと緩いですね。こっちのもう一個短い方にしようかな。ゴムバンドが2種類長さが違うのであったんですけど、長い方をつけたらですねこんな感じでグラグラしてるので、短い方でつけてみたいと思います。こんな感じかな。グラグラはしないので大丈夫だと思います。さあ次は固定ができたので他のところをつけていきます。 GPS のアンテナ、 GPS はここから通してピラーを下ろして、今ちょうどこのレーダー探知機同じところから線を出そうかと思います。そして1はだいたいこの辺りにしようかな。エルカチャンネル、USB の電源ケーブル、これも引っ張っていって、こっちもそうですね、ここをずっと通していって、同じようにこのピラーを下ろして、下を通していって、アクションカメラの電源をヒューズから取ってるんですけど、ヒューズがちょうどこの裏にあるんですね。で電源を引っ張ってきているので、ちょうどこのボックスがここにあります。これの裏にですね電源が来てますので、そちらの方につなげたいと思います。エルカチャンネル、そしてリアカメラですね。こちらはですね外に出そうかなとも思ってたんですけど、説明書を見たらですね中車内に取り付けた方が後ろから来る車のナンバープレートが映りますって、車外の方にですね取り付けるとですね、だいたい取り付ける場所ってナンバープレートのあたりだと思うんですけど、そこにつけるとですね日中はいいんですけど、夜間がですねヘッドライトで何も見えなくなっちゃいますので、煽り運転された時もちゃんと証拠として残るっていうのが書いてありました。エルカチャンネル、今ナビにですねバックカメラつけてるので、バックする時はこちらの画面がバック画面に切り替わるんですけど、このドライブレコーダーの方もバックにした時の配線、それはつなげたいと思います。だからこちらとこちらでバックに入れた時にですね両方バック画面が映ります。さあじゃあ配線引き回しのための準備をしていきたいと思います。エルカチャンネル、ちょっとバラバラになってきましたけど、ピラーのとこですね、ここにアクションカメラの線があるんですよ。ねえ、こう来て、でちょうどここに
ちょうどいい感じの隙間があるので、ここに余分なケーブルは貯めてたんですね。エルカチャンネル、はい、まだ完全にはですねコード類は隠しきれてないんですけど、ここら辺からですねずっと入れていって、まあ、ここのピラーのところに出てきて、 GPS はその先に、電源ケーブルはここから下を通して、はい、今これですね、ここでつなげてます。そしたら今回一番大変そうなバックカメラ取り付けていきたいと思います。エルカチャンネル、さあバックカメラなんですけど、バックドアの方ですねつなげるのにここを通さないといけないんですよ。ここがちょっと大変かな。はあ、なんとか通りました。あとは車内に引き込んでいきたいと思います。エルカチャンネル、さあ配線をつなげたので一回電源入れてみましょう。それから片付けようかな。録画がスタートしました。今これ、ちょっと映りが見づらいっすね。肉眼だとですねはっきりわかるんですけど、カメラ越しだと普通にルームミラーみたいな感じで助手席のこれが映ってますね。どうしたらわかるかな、こうしたらわかるかな。今後ろのですねトランクのところにバックカメラ置いてるのでそれが映ってます。じゃあ片付けていきたいと思います。あ、違う、1個忘れてた。エルカチャンネル、バックランプに連動させたいと思います。以前 LED リフレクターをですね取り付けた時に使いました。こちらの電源取り出し、これをつなげてバックランプ連動にしたいと思います。はい、じゃあバックカメラバックランプとつなげたので、今からこれのテストをして OK だったら片付けます。ご注意ください、バックします。線が出ましたね。 OK ですね。エルカチャンネル、はい、片付けが終わりました。片付けが一番時間かかったような気がする一般道その先国道57号線オットブルーです。実際の交通規制に従って走行してください。眩しさがですね全然ありません。そしてですね、眩しさがですね全然ありません。そしてですね、はい、どうだったでしょうか。ということでですね、新しいドライブレコーダーです。さあこれでですねエイプマンのアクションカメラ、ドライブレコーダー代わりに使ってたんですけど、元のアクションカメラとして使うことになります。今後はですね撮影のサブカメラで使っていきたいなと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。